皆さん、こんにちは。私は、春湯ゆと申します。金子ちゃんの弟です。東京出身です。高校一年生です。今日は、私の一日についてお話しします。毎朝、 七時半に起きてお風呂に入ります。ママは朝の入浴が健康に悪いと思って心配しています。でも僕は若いから大丈夫だと思います。その後制服を着ます。私は制服が大嫌いです。 夏は暑い、冬は寒いからです。でも、これは日本の全国のルールだから、僕は着なければなりません。8時ぐらいに朝ごはんを食べます。朝食には、ごはんと味噌汁、そして卵焼きがよく出ます。 ママが忙しい場合はお姉ちゃんが作ってくれます。でもね、お姉ちゃんは料理が苦手です。本当にまずい。時々家で食べないでコンビニへ行って肉まんとパンを買います。僕はファミマの黒豚まんが大好きだ。 皆さん日本へ来たらぜひ食べてみてください家から学校まで三十分ぐらいかかります私は電車によく乗りますいい天気の日に自転車で行きます雨が降るときパパの車に乗ります 学校に着くと、友達といろいろなことを話します。始業式の前に朝の集会があります。集会では、校長先生からのお知らせや、生徒たちの活動についての情報があります。その後、授業が始まります。 私の時間割には、数学、国語、英語、理科、社会などの授業があります。一日の間に複数の授業がありますが、それぞれが50分から1時間ほどです。授業の間は、真剣に勉強しますが、 友達との楽しい会話もあります。昼休みになると友達と一緒にランチを食べます。私たちは学校の近くのコンビニからお弁当を買うことが多いです。お弁当を食べた後は 校庭で遊んだり、クラブ活動に参加したりします。放課後、学校の帰り道には友達と一緒に家路に着きます。家に帰ると宿題や勉強をします。また、部活動がある場合は、 その活動に参加します。部活動では仲間と一緒に努力して目標に向かって頑張ります。夕食の後はシャワーを浴びてリラックスします。テレビを見たり友達と電話をしたりします。 そして明日の準備をして早めに寝る準備をします。私の一日は忙しいですが充実しています。学校で勉強することや友達と過ごすことは私にとって大切な経験です。 将来の夢に向かって日々努力しています。皆さん、こんにちは。私は、春湯ゆと申します。かねこちゃんの弟です。東京出身です。 高校一年生です。今日は私の一日についてお話しします。毎朝7時半に起きてお風呂に入ります。ママは朝の入浴が健康に悪いと思って心配しています。でも、 僕は若いから大丈夫だと思います。その後制服を着ます。私は制服が大嫌いです。夏は暑い、冬は寒いからです。でもこれは日本の全国のルールだから僕は着なければなりません。 8時ぐらいに朝ご飯を食べます。朝食にはご飯と味噌汁、そして卵焼きがよく出ます。ママが忙しい場合はお姉ちゃんが作ってくれます。でもね、お姉ちゃんは料理が苦手です。本当にまずい。 時々家で食べないでコンビニへ行って肉まんとパンを買います僕はファミマの黒豚まんが大好きだ皆さん日本へ来たらぜひ食べてみてください家から学校まで30分ぐらいかかります 私は電車によく乗りますいい天気の日に自転車で行きます雨が降るときパパの車に乗ります学校に着くと友達といろいろなことを話します始業式の前に朝の集会があります 集会では校長先生からのお知らせや生徒たちの活動についての情報があります。その後、授業が始まります。私の時間割には、数学、国語、英語、理科、社会などの授業があります。 一日の間に複数の授業がありますが、それぞれが50分から1時間ほどです。授業の間は真剣に勉強しますが、友達との楽しい会話もあります。昼休みになると、友達と一緒にランチを食べます。 私たちは学校の近くのコンビニからお弁当を買うことが多いです。お弁当を食べた後は校庭で遊んだりクラブ活動に参加したりします。放課後、学校の帰り道には友達と一緒に家路に着きます。 家に帰ると宿題や勉強をしますまた部活動がある場合はその活動に参加します部活動では仲間と一緒に努力して目標に向かって頑張ります夕食の後は シャワーを浴びてリラックスします。テレビを見たり友達と電話をしたりします。そして明日の準備をして早めに寝る準備をします。私の一日は忙しいですが充実しています。 学校で勉強することや友達と過ごすことは私にとって大切な経験です。将来の夢に向かって日々努力しています。